阿久保義士伝いろいろございます。義士命名伝、義士外伝、義士本伝といろいろありますが、今日は義士命名伝の中から、まあ、これは比較的人気の高いお話でございます。赤巻源蔵徳利の別れと題しまする一席を申し上げます。講談で申し上げます阿久保義士伝、この義士伝の中で酒で名を売りましたのが高田馬場で有名な安兵衛とこの赤巻源蔵の二人でございます。元禄15年極月の14日万事どもへと降りしきりまする雪、身にまといました赤がっぱつむりにいただきます万事傘、左手に下げましたのが貧乏徳利、しば汐留にお屋敷のございます脇坂淡路の神様の留守居役兄塩山伊左衛門に一目別れを告げんと赤垣源蔵御門を入りまして、やがて塩山の玄家先、頼もう、一時はおるか、竹はおるか、はい、あら源蔵様、ようこそのおいででござります。人の顔を見てあら源蔵様はないであろう、この雪だ、お兄上はご在宅であろうな、お会いに貴様でございます、今日は御前でもって ご客来、そのお取り持ち役とおっしゃいまして、旦那様遅く会ならなければ戻らぬとのお言葉でお出かけにござります。何遅くなる、しからばお姉上は、奥様はおいででございます、おいででございますけども、次郎のお酌が起こりまして今ようやっと寝たところなんでございます。起こしても構いませんけれども、後で寝たところを起こしますと頭が重いの、気分が悪いのって、お小言が出るんですけども、何でございましたら起こしてまいりますが、いやいや取りつがばをしてあってくれるであろうお体に触るで取りつがんで構わぬ、だけせっかく参ったのじゃ、お兄上のお居間に通るぞ、竹のあがいで兄の居間、竹これにかけあるものはお兄上のお召し物だな、はい今朝濡れましたんで乾かせよと言って干してございますが、今畳んであちらへ片付けます、いやいや片付けんでよい、このままにしておいてもらいたい、ところで蝶では小さいな、茶碗を貸せ、兄の縄文付きし衣類の前どっかと座した源蔵、はあこの大雪よもこ外出はあるまいと存じておりました、雪月下蜜の眺めのいつなるの雪ほどつらきものはなし、それ雪は我望にして散乱し、人は確証を見きて立って徘徊すとか、いなこれは昔の西明寺時よりの君、今の世は雪に浮かれ雪を魚の雪見酒、お兄上が好みまする滝水二マス持参、ゆっくりとお兄上と飲もうと存じましたが、まことに残念にござりまする。お兄上、まず手前がお毒味をつかまつりましてからお召し上がりをいただきます。お毒味をつかまつりました、こたびはお兄上にお召し上がりをいただきます。とく何を笑う、何を笑うって源蔵様、なんだかんだ言ってみんな一人で召し上がっていらっしゃいます、酒飲みのいたすこと見ていたならばおかしかろうの、一人で飲んでもうまくないのでな、お兄上がおいでのつもりじゃ。こうしてしばらくの間一人でやったり取ったりして飲んでおりました源蔵、おおそうじゃ、この酒は皆飲んでしまっては何にもならんな、たけこの酒はな、後ほどお兄上が戻ったならばお寒さしのぎにと召し上がってもらってくれ、それからな、たけ
ちょっとそばへ来て。嫌ですよ、玄三様。お酒を飲むとすぐいたずらをするんですから。お尻触ったり、ほっぺた舐めたり。いやいや、今日はそのようなことはせん。輪に上が戻ったならば言うてくれ。玄三老老中は長々お世話になりありがとうございました。この度西国の猿大名に召し抱えられ、明朝陸奥の出立。明年は国詰めゆえ、明後年江戸表へ出府の身切り、御目にかかり御礼万端申し述べます。お姉上にはご病気ゆえ、ご大切にと。わかったな。わかりましてございます。頼むぞ。兄の屋敷もこれなみを覚めと心にはなけど、表には一滴の涙すらのこぼさず、雪踏みしめて戻り行きました。